1回ぐらい経験しとかないといざって使えないじゃない。東京新宿駅で開かれたイベントには東日本大震災による防災意識の高まりから例年より多くの人が集まり、 AED を実際に使用したり心肺蘇生法などを体験していました。また東京消防庁は救急車を呼ぶかどうか迷った時の相談ダイヤル、シャープ7119の周知も合わせて呼びかけました。